豊登りとジノマレラがセミファイナルで対戦した。45分3本勝負が行われます。試合が開始されました。今夜のリングサイドにはプロゴルファーの中村寅吉、勝俣功、杉本英生の3選手の顔が見えます。さあ力比べです。力比べは黒登りが勝りました。ジノマレラは320ポンド。コーナーにぶつけられました。首を絞められます。体当たり。ロープを使いましての2度目。3度目の体当たりです。タイミングのいい体当たり。その上にピンチ。エビ固めに行きました。ついにワン・ツー・スリーを数えられました。ジノマレラ1勝です。豊登りは255ポンド70ポンドマレラが勝っております。2本目の開始となりました。1本目はロープワークと体当たりでマレラが取っております。先に上がりました。大きな栄光という豊登りです。しかし潰れました。マットの背中は少し開いております。豊登りピンチ。また力比べに入りました。抑え込みに行きます。ワン・ツーで高く持ち上げられました。片足取り逆エビ参った。マレラ参った。一本を返しました。1対1です。3本目の開始となりました。アメリカのコーネル大学卒業のインテリレスラーでありますマレラ、左の足を引きずっております。その痛い左の足を取りました。豊登りの攻撃。次の世界チャンピオンであると噂されておりますジノマレラ、よく戦っております豊登り。リングの下に落とされてしまいました豊登りです。リングの中に入りたい豊登り。中から攻撃いたしますマレラ。再びリングの下に落ちました豊登り。なんとか上がりたいところです。必要な中からの攻撃のマレラ、もちろんこれは反則であります。レフェリーを止めるのも引かずにマレラは攻撃。なかなかレフェリーの言うことを聞きません。ついに奥さんが豊登りの手を挙げました。反則勝ちです。